あの一番最初はえっと僕地元が福岡なので九州のコンビニでポプラっていうのがあるんですよ。ポプラのにあゆかわさんんが出てたんですよね20代多分前半ぐらいの時にレモンティーを初めて聞いてで「これかっこいいねこれ誰?」っつって「シーナンドロッケ」っつってくれて「あーナンドロケっつって」 あのこういう音楽やるんだライブとかも何回ぐらい見たのかな45回ぐらいは見てんですかね何だかんだでん多分リキッドで見てるんすかね何かのイベントだったと思うんですけどそれで見たのが最初だと思いますねあとと、まあ、ロフトとか でも見てんのかな？僕12月のチッタで見てるんですけど、<ー>ロンドンナイトでそれはやっぱ。なんかその全く、ね、やっぱその5秒きっていうのは僕はもうもちろん知らなかったんですけど、なんかそんな感じじゃ見えなかったですけどね。うん、もういつも通りのなんかステージではやっぱかっこいいよなって思って。鮎川さんの、はい？ まあ、いわゆる不法を知したのは、ええ、福岡で仕事で行っててちょっと空き時間があったので僕は高校時代からよく行くあの天神の CD ショップがあって「ボーダーライン」って言うんですけどそこはもう高校の時から、まあ、パンクのレコードとか扱ってるので行っててでうんその日も仕事で行ってでこうなんかないかなって CD 見てたらまあずっと音楽は店内に流れててでかっこいい曲流れたんで。 で店員さんに「すみませんこれ、あのー、誰ですか?」っつったら「C ンドロケッツです」って,って「ああこれそうなんですか?」って僕は知らない曲だったあこれ C ンドロケッツなんですね」っつったら店員さんが「いやー湯川さん亡くなっちゃいましたね」って,って「ええー!」ってなって「ええー!」ってなったああそうなんですよでいつですか?」ってっ「あ今日です」って,って「ええー!」ってなってそれでなんとなく「今かけてるんですよ」みたいな。 あの、そのし、すみません、あの、かわしてください。あ、どうぞっつって、あの、買って帰りました。うん、なんか、あの、なんか、まあ、巡り合わせというか。うん、しかも、その、その二ヶ月ぐらい前に。見てたので。ライブを。うん、なんか、信じられない。かったっすね。うん、まあ、と、とね、レモンティーが、まあ、一番好きで。で。何度か。 行ってな,なかなか僕はちょっとタイミング合わずにあのやるのを見たことなくて生で多分何回目かの「リキッドルーム」とかだったと思うんですけどそん時に初めて「レモンティ」のやっぱもうあのイントロ流れてああこれやるんだって言ってうわやっと聴けるって興奮したのを覚えてますねなんかか,かわいらしいっていう言い方もあれですけどもなんか普通の。 ね、ロックバンドとかやったら結構こうなんか強めに煽るというかもっとなんかやろうぜみたいな感じでやるんですけど鮎川さんとか全然そんな感じじゃなくちょ,ちょっとこう抜けた感じのギター弾いてる時はなんかもう時と MC の時のなんかこうイメージがやっぱ違うっていうのはなんか思いますかね。本当にギタターー弾いてる時はもうロックスターで なんかちょっとやっぱ危機迫る感じとかもあるんですけどもなんかやっぱ MC になるとすごくなんかあの人の温かみが出るというか人間味が出るというかうなんかそれはすすごく思いますね音源はいろいろ聞いてはいたんですけどもその生き様生き方まああとヒストリーみたいなまあ結成秘話みたいなのも全然知らなかったのでああなるほどねこういう感じで。 結成したんだこういう感じで上がっていったんだみたいなのはなんかこうすごくあの知らないことだらけであなるほどねとなんか思いましたね。家ていうのはさっきで MC の時の,あの優しさ人間味っていうのはやっぱもうそういう普段から家族を大事にして家族と過ごしてっていうなんかそっから。 出てくるもんなんだろうなって思いましたね、うん、普通子供がいたら諦めそうなところですけどねもう本当は音楽で食っていきたいけどまあ子供がいるから無理かって諦めそうなところそこ行っちゃうっていうのはすごいですね、うん、あの衝動というかだから最後やっぱり あのまあそうやって病気になったってなってで娘さんたちがも「うもうちょっと療養しないよ」って言っても「いやもう俺から大事なものを奪わないでこれで」みたいなのは、うん、やっぱりう家族もも大事だけどもう音楽に生きたた人なんだなんって思いましたね、うん、家族もろとも音楽に捧げた人生っていう感じがしますね。 なんか二人だけじゃないんですよね。なんかシーナさんがお亡くなりになった後は娘さんが歌ったりとか、娘さんからも多分サポート、多大なサポートも多分あったと思うんで、なんかあの二人というよりもなんか本当家族もろとも全部がシーナとロケッツというか、なんかそんな感じがしますよね。戦争のやつとかは見たりしますかね。昔のまあ第二次世界大戦とかいう。 は結構見ますかね、うん、やってたらあとなんかもうなんかしんないですけど皇帝ペンギンが好きなんですよね可愛いですよねなんであんな可愛いんだろうと思って初めてですねもうあの DVD も買ったの多分この先ないですね動物の DVD 買うことなんか <laughs> えとにかくあのめちゃくちゃ面白い映画でものすごく見どころもあってで、まあ、そのシー・ナンド・ロケッツをめちゃくちゃ知ってる人も多分貴重映像とかものすごくあって知らない人でもあこういうバンドがいたんだこういう生き様でえやっていった男たちがいたんだ家族がいたんだという人間味あふれるなんか本当家族愛。 ですかね、なんかそれをすごく感じる映画でしたね。でライブ映像シーンとかもやっぱまあめちゃくちゃかっこよくてとにかくなんか見ててなんか本当に「あっシナンドロケッツ」というのはいいバンドだったんだなっていうのを感じられる映画だと思いますので是非皆さんご覧ください。